DW レスの鈴木です。今回はテキベーションから新たにリリースされた AI ラウデナーというプラグインをご紹介してみたいと思います。製品名に AI と書かれている通り、最近のプラグインでどんどん増えてきている機械学習、この機能を使ったプラグインエフェクトなんですけれども、ピークレベルはそのままにトラックをラウドに、迫力のあるサウンドを得ることができるというものになっており、でご覧いただいて分かる通り、パラメータも極めてシンプルで、使い方というのをご説明するまでもないという感じではあるんですが、まずは読み込みたい素材をラーニングさせて、プラグインに音を解析させます。そこに対してどれぐらいラウドにしたいのか、ドライブで上げていくよという、そういうワークフローになっております。では早速やってみたいと思います。まずはこういうビートのもの。ここに対して AI ラウドナーかけてみたいと思います。サウンドを再生しながら一番音の大きい部分、そちらでランボタンを押していきます。そうするとキャプチャリングというふうに表示されて、およそ4秒いかないぐらいの短時間で解析が終わります。ですので曲のどの部分を解析させるのかというのが非常に重要になってきて、必ずその曲の一番ラウドな部分、音数が多くて音量が大きい部分でランニングさせるようにしてあげてください。再生させながらドライブ徐々に上げていってみたいと思います。はい、という感じで一気にこう押し出し感が増して迫力のあるサウンドになりましたけれども、ピークレベルある程度保ってくれるとは言っても、どうしてもドライブ上げていくと大きくなってしまいますので、その部分はアウトプットで必ず絞ってあげるようにしてください。これはこのプラグインに限った話ではありませんけれども、必ずプラグインバイパスした状態と有効の状態、こちらで音量が一定になるように調整してあげると、これがかなり大切になってきます。じゃあ続いて今度はアコースティックギターのコード弾きの素材に対してかけてみましょう。はい、ランニング終わりますので調整していきます。今度はこういう変化になりました。じゃあこのドライブを上げることによって何が変化しているのか、この内部パラメータについては公開されておりませんので想像するしかないんですけれども、今のアコギとか特に分かりやすかったと思うんですが、こちら上げていくことによってハーモニクスの量っていうのが結構変わってるのかなという感じですね。それによってサウンドの音量感みたいなものが増してきますし、一体感とか、またステレオソースにかけるとよく分かるんですけれども、広がり具合みたいなものも変わってきます。サウンドの方向性みたいなものが全く変わってしまうっていうことがありませんので、そういう意味では非常に使い勝手がいいなという印象でございます。では続いていろんなパートが入った2ミックス素材に対してかけていってみましょう。はい、みたいな形になりました。こうオンオフ切り替えてみると、オフにした時に何か物足りなさのようなものを感じるようになるかと思うんですけれども、で先ほどもちょっと触れました通り、ステレオの感じであったりとか、あと奥行き感、明瞭感っていうものが大きく変わってくるよと。曲を作っていて、もう一つもう一押し何か欲しいという時に、これはすごく便利だなという印象でございます。コンプで潰して音量感上げましたというものではなくて、ハーモニクスを付加することによって聞こえ感みたいなもののバランスをとっていると。しっかりラーニングで音のてっぺんみたいなものを決めてしまうことによって、無理なくサウンドを変化させることができます。逆に言うと、曲の静かなところでラーニングさせてしまうと、音数が多くなった時に歪みっぽくなってしまうっていうことがあるので、ラーニングする場所っていうのはしっかり考える必要があるのかなという感じでございます。ここまでご覧いただいてお分かりの通り、サウンドを劇的に変化させるっていうエフェクトではないんですけれども、ミックスマスタリングで作り上げてきたもののもうあと一押ししたい、そんな時に非常に便利なプラグインかと思います。逆にサウンドキャラクターを変化させたいっていう時には、そういうパラメータがなくて対応しきれない部分がありますので、その場合には M ラウデナーであったり使い分けていくという感じになるのかなと思います。ということで今回はテキベーションの AI ラウデナーをご紹介してきました。製品の詳細についてはこの動画の概要欄に
製品ページのリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルでは今後もこういったプラグインエフェクトであったり DAW、DTM、音楽制作に関する様々なテーマの動画定期的に更新していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録や動画への高評価もお願いいたします。それではここまでご視聴ありがとうございました。